はい、皆さんこんにちは、ちでございます。太鼓さんの武将列でねやっていきたいと思います。もう皆さんもだと思うんですけど、私も眠いこのコーナーやってると眠くなるのね、本当に。もう多分ね、もう自分のね喋り聞いて眠なってると思うんですけどね、前回村上義光さんまででした。3つ読めるね、はい、次行きましょう。次がメンジュカツテルさん。これメンジュって読むの？ケって書いてね。はあ。生まれわかりません。没が83年ですね。柴田家臣、通称は勝助、章助。尾張の出身で早くから勝家に仕え、小姓頭として1万石を領した。小姓頭でそんなにもらえるの？静岳の戦いで勝家が敗れた際、勝家の馬印を掲げて主の身代わりとなって勝家の退却の時間を稼ぎ、兄と共に討ち死にしたと。魅力低いのなんでだろうねそんなことしたら結構高くてもいいと思うんですけど、まあ武の人だね。まあでも結局勝っちゃ負けちゃったからね。はい、次行きましょう。次は毛利、あら、ちょっと待って、メンジュ、この人と顔そっくりなんだけど、あ、ちょっと違うか。この人は110関係ないよね、無関係ないだよね。38歳の亡くなり、若い。豊臣家臣義成の子、名は義政とも。関ヶ原合戦で西軍に属したため所領を失い、父と共に土佐に配流され、山内和豊預かりとなる。後脱走して大阪城に入った。大阪夏の陣で奮戦し、本田ただ弔う討つが、落城に伴い自ら果てた。そうなんだね。武力62とか言ってるけど、やっぱ強い人は強いんだね。鉄砲2つあるね。でもちょっと使うのは大変か。でもまあこれ後の人だね。77年生まれだからね、もう大阪の陣だね。はい、次行きましょう。次が毛利重義さん。あ、この人見たことあるね。生まれ育ち分かりません。まあ、商人じゃないのかな。三子って書いてるね。豊臣家臣三子。まあ、この重義、義は読めんのか、義は何とか読めるか、分かんないけどね。秀吉の命を受けて明に留学し、日本にそろばんを移入した。大阪の陣の後、浪人し、割り算天下一と称して、江戸で三法を指南。日本の数学の祖と言われる、著書に割り算書など。うわ、三術4あるね。で、あ、まあ、地望はないのね。まあ、地望っていうと、計り事の方だもんね。だから、頭は良かったんでしょうけどね。まあ、政務と、で、魅力と。この人、武将ではないよね。でも、豊臣家臣になってから武将で出てくるのかな。ね、次行きましょう。まあ、毛利姓ですしね。はい。次が毛利高元さん。63から23、40歳だね。毛利家当主、元成の嫡子。高校息子で家中の辛抱も厚く統率力にも優れる。幼少時に大内家の人質となり、大内義孝から加冠され元服したと。父の貢献を受けて中国計略に従事するが、出雲遠征に向かう途中に急死したと。元成の嫡子っていうことは4人兄弟だったのね。高本さん、あれ、3人兄弟いたよね。どっちかというとキッカーさんと小早川さんがあまりにインパクト強いんで。でも能力高いですよね。でもスキルは能力の割には少ないっていう感じですね。はい、次行きましょう。あ、この人だ。この人高本さんの嫡子になるの、孫になるのか、元成さんの。あ、じゃあ三本の矢はこの人だったんだ。この人も三本の矢の一人だったんだ。そういうことだね。だってこっちは高本の嫡子ってなってるもんね。父高本が急逝したため、祖父元成の貢献を受けて家督を継いだ。将軍を擁して織田信長と対立し、羽柴秀吉軍と交戦するか講和して秀吉に従う。これが本能寺の変の後にあったやつだね。
後豊臣政権下で五大老に列し、関ヶ原合戦が起こると西軍の名士として大阪城を守った。でも改役されちゃったんだっけ。改役とまでいかないか、なんかめちゃくちゃ 領土が減ったんだっけね。まあ西軍についたんで、あ、西軍というかな、大阪の陣ね入っちゃったんで、あ、でも関ヶ原って西軍で書いてるね。西軍の名士、あ、そうかそうか、そうかそうか、名士なんだけど今度出てこなかったんだよね結局。だから徳川と繋がってたんじゃないのかっていうのもなんか聞いたような気がしますね。まあ、あ、でも能力低いね、思ったより。おやすさんの方がめちゃくちゃあるもんね。あと、あの3人ね。この、これともう2人ね。3本の矢ね。まあスキルはね、ありますけどね。おやすさんのスキルあるんじゃない？うん、おやすさんのちょっとだけスキルあるね。うん。軍学だけかな。あったような気がしますけど。はい、次行きましょう。次は毛利秀元さん。毛利家1、50、あ、長生きしてますね。もうめちゃくちゃ長生きして70歳。毛利家一も毛利元就の四男、小田元清の子、輝元の養子となり、ちょっと待って、甥っ子、甥っ子の養子となったのね。あれ、ちょっと待って、でも1579年だよ。元就さん、元就さん頑張ったんだね。もうこの年元就さん、あ、この後元就さん出てくるか。何年で没したんだあの人。あ、でも待って、小田元清の子になってるわ。ちょっと日本語って難しいんだよねこれね。毛利元就の四男の人が小田元清になるの？の子っていう意味なのかな。あー、ということは輝元さんとは同世代なんだね。の養子となり、文禄、慶長の役では輝元に代わって毛利一門総大将として出陣、何山城の、救援、これ読めないね、ごめんなさい、の救援などで功を立てる。輝元に実施、秀成が生まれると別居を立て、膨張二国に領地を与えられた。関ヶ原の合戦でも輝元に代わり毛利軍を指揮すると。はい、能力はそんなことないね。大したことないですね。でもスキルが広い。ね。はい、次は毛利秀頼さん。93年から41年、52歳ですね。織田家臣。あ、これ何て読むんだっけ。キハ、いや違うね。そんな電車の車両みたいな感じじゃないね、確か。の、な、吉名、これもう読めないわ。の次男で、初名は長秀。派兵の是非を織田信長から相談されるなど、信頼が厚かったそうだね。各地を転戦し、信濃平定後は信濃稲郡を領す。これあと私稲さんと江奈さんを間違えてたんでね、あれ江奈さんトンネルだったんで、ね、私稲さんトンネルって言ったと思うんですけど、まあ、ちょっとね、もうかなりポンコツが入ってるんでね、コメントでいただきました確かね、お許しください。本能寺の変後は豊臣秀吉に属し、九州征伐などに従軍、再び信濃稲郡を領したと。ただ能力は低いと。でスキルもそれなりっていう感じですね。はい。毛利姓で確かいたんですよね、織田家臣ね、使ってて、って思いましたもんね。あの、太鼓さんかな、やってて。毛利姓がいるのってなんか言ってたのも、あ、来たわ。毛利元就さんですね。1497年から1570年。もうさっきの子埋めないよね、どう考えてもね、これね。あらら、ここまでじゃないか。この人だっけ？ああ、79年だもん。元就さんはお亡くなりになってるからね。じゃあ、だからまた違った人だ。うん、あ、ごめんなさい、次行っちゃった。毛利元就さん。71年から長生きしてるね。74歳？毛利家当主、広元の次男。剣謀術数を持って、中国に派を唱えた希代の豪将、大内家中の反乱に乗じて大内領を奪取し、天国の内紛を、なんだこれ、内紛を、まあ、外から行う、まあ、この人がなんか測ったんだね、そういう感じだね、煽ってか、内紛を煽って、滅亡に追い込むと。家督を高元に譲ると、次男の吉川義晴を参院に、三男の小早川隆景を参与に配置して支配体制を不動にした。三本矢ですね、有名なね。すごい、地母100だわの標準で地母100もあるんだわ。
すごいね。本当信長関係ってこういう人多いですよね。もうまあこの人武力ないけど、三国志でこんな人って本当になかなかいないんですけど、信長だったら結構いるんですよね、こういう人はね。うん、言うことないですね、もう。はい、次行きましょう。次は最上家近さん、最上家ですね。17から82、わ、35歳、若いね。最上家12代当主、義満の次男。義満さん有名ですよね。兄義康は創生しており、父の死後家督を継ぐと大阪の陣に際して江戸城の留守医薬って読んでおきましょうを、任命、同時期対立していた弟義親を討ち、兄弟間で戦争を起こしちゃったんだね。領内統一を進めるが、間もなく36歳の若さで失脚。叔父の立岡でよかったかな、立岡光直は毒殺したとも言われる。はあ、能力低いね。まあそれなりのスキルかな。まあ2つあるんでね、戦で使えると思うんだけど、統率弱いね。よくわかんないです。よく使い方が困りますね。じゃあ次行きましょう。最上義昭さん、こんな悪そうな顔してたっけこの人。114から46、46、76歳かな。66歳か。最上家11代当主、義盛の嫡子ではの偽証って呼んでいいのかな、これ。内紛を制して力ずくで家督を継ぐ。密約外交や敵重臣の暗殺など、これ剣謀でいいのかな、剣謀術数、これなんて読むんだろう、これコピペできないのがね、すごい辛いね。ちょっとやってみましょう。権力でしょ。もう普通に行きましょう。剣謀って打って出ないかもわかんないからね。暴殺でいいかな。仕事に忙しい方出るかな、暴殺って。あ、違うね。普通に出たね。剣謀術数、あ、出てきた、出てきた。剣謀術数、意味。剣謀術数って読むんだ。そのまんまだ。人欺く計りごと、企み。剣謀術数とは、主に社会や組織などの集団において物事を利己的な方向へ導き、自身や所属集団の地位や評価などを高めるために取られる手段や策略であり、それらが用いられる様を表す総称。剣は権力、謀は謀略、術は技法、数は計算を意味するとされ。初出は中国宋代の儒学者、朱子の そんなんで出てるようですよ。剣謀術数の限りを尽くしと、最上最大の藩図を築き上げた。豊臣秀吉の小田原征伐に参陣して所領を安堵され、後関ヶ原合戦では東軍について上杉海勝と戦った。じゃあもうバッチリだね、この人ね。うわ、すごいわ、能力めちゃくちゃいいね。の割にはスキルはちょっと薄いね。もっとあってもいいような気がするんですけど、こんな感じなのかなという感じですね。で、次行きましょう。はい、次は最上義時さん。生まれ分かりません。没が74年。最上義盛の子、義満の弟、中野義時とも、父義盛が兄の義満よりも義時を愛したため、家督相続で兄と争った。一旦は和議がなり、義盛は隠居したが、義時は伊達輝宗の講演を受け、再び背いたため、義満に殺されたと。いうことですね。能力悪いね、お兄さんに比べると。まあ、スキルもこんなもんなんでしょうかね。はい、次行きましょう。次は、最上義盛さん。お父さんだね。1521年から、長生きしてるね。69歳。最上家10代当主、中野義清の次男。2歳の時、伊達家に介入されつつも家督を相続したと。後伊達家の内紛に乗じて勢力を広げ、最上家を立て直した。後次男義時に家督を譲ろうとしたため、長男義満と対立、義満により強引に隠居させられたと。能力低いね、頑張ったのに。ねえ、序盤すごく頑張ってんだけど。そうなんですね。スキルもないような感じでされてますね。頑張ったね、見えるんだけどね、ここにね。
内紛に乗じて勢力を広げ、最上家を立て直したって言ってんだからね。うん、これもあれかな、光栄さんに嫌われてんのかな、わかんないですけど。え、じゃあね、お時間が良くなっちゃいました。じゃあこの辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。